皆さん、こんにちは。元気にしていますか？皆さんと一緒にお勉強をしている2人が何やらゲームをしているようですよ。どんなゲームをしているのか聞いてみましょう。今お話を聞いてもよいですか？楽しそうなゲームをしているようですが、どのようなゲームなのですか？はい、今ちょうどゲームが終わったところです。このおはじきゲームは、この的におはじきをはじいて入れて得点を競うゲームです。そうでしたか。それで2人のうちどちらが勝ったのですか？先生、それが困ったことが起きたんですよ。これが僕の結果なんですけどね、どうやって得点を求めればいいかわかんないんです。よく見るとまだ学習していない10や0をかける掛け算があるんです。それは困りましたね。それでは今日はテレビの前のみんなと10や0の掛け算の答えの求め方を考えていきましょう。今日の目当てを一緒に読んでみましょう。3、はい。10や0の掛け算の答えの求め方を考えよう。はい。それでは結果の表をもう一度見てみましょう。ここの得点を求めるには、点数と入った数という言葉を使うとこのように表せます。点数×入った数が得点になります。それでは点数が10点で入った数が3個の時の得点を求めるにはどのような式になりますか？そうですね、式は 10×3 です。では 10×3 の答えはいくつでしょうか？分かったお友達もいるようですね。はい、先生、僕答え分かりました。答えは30です。正解、その通り。 10×3 は30です。でもどうして30になるのですか？説明できますか？はい、なぜかというと 10×3 は10が3個分だから、10+10+10で30になります。そうですね、10が3個分と考えると 10+10+10 で30です。だから30となります。答えを求めるだけでなく、どうしてそうなるのか説明できることが大切ですね。それでは次に、得点が7点の場合はどうなりますか？点数が7点で入った数が10個だから、式は 7×10 になると思います。ただ7を10回も足すのは大変だし間違えちゃうよ。大丈夫。この間習った九九の決まりを使えば見つけられるよ。それでは掛け算の決まりを使って考えてみましょう。まずは掛ける数が1増えると答えは掛けられる数だけ増えるという決まりを使うと、7の段は7増えました。ですから1増えると7増える、1増えると7増えます。ですから 7×10 は 7×9 に63に7を足せば答えは70になります。
また、かける数を分けて計算しても答えは同じという決まりを使うと、7×10 の10を6と4に分けて計算します。7×6 は42、7×4 は28、合わせて70となります。ですから、得点は70となります。では、もう一度この表をよく見てください。もう一箇所、10の掛け算があります。どこでしょうか？わかりました。点数が3点の時です。式は 3×10 になります。答えは…あ、わかった、わかった、わかった。だって…テレビの前の皆さんもわかりましたか？答えはいくつになるでしょうか？そして、どうしてその答えになるか説明できますか？それでは説明してもらいましょう。はい。3×10 の答えは30です。なぜかというと、掛け算の決まりの掛けられる数と掛ける数を交換しても答えは同じという考え方を使うと、10×3、これが30だから、3×10 も30です。そうですね。どうして 3×10 が30になるかを掛け算の決まりを使って説明できました。それでは10の掛け算についてまとめておきましょう。掛け算の決まりを使えば求められる。次に点数が5点の時の得点を考えてみましょう。この結果は、5点の場所におはじきが入らなかったということを表しています。さあ、どのような式で表せるでしょうか？点数が5点で、入った数が0個なので、式は 5×0 になると思います。1個も入らなかったということは、答えは0だけど、これも掛け算の決まりを使って説明できるのかな。そうですね。例の掛け算も掛け算の決まりを使って考えてみましょう。掛け算の決まりには、掛ける数が1減ると掛けられる数だけ減るという決まりがありましたね。この決まりを使うと、1減ると5減ります。1減ると答えは5減ります。1減ると答えは5減ります。1減ると答えは5減ります。ですから 5×0 は 5×1 より5減るので、答えは0となります。このように0をかけると答えは0になります。だったら点数が0点の時にはどうなるかな。0点が2個ということを表しているから、式は 0×2 だ。これは0が2個分ということだから、0たす0で0だ。正解。どうしてそうなるのか理由も説明できました。このように0にどのような数をかけても答えは0になります。
それでは例の掛け算についてまとめておきましょう。掛け算の決まりを使えば求められる。どんな数に例をかけても答えは例。また例にどんな数をかけても答えは例。先生、僕のゲームの結果もテレビのみんなと一緒に考えてもらえたら嬉しいです。 10×7 は70。 7×0 は0。 5×10 は50。3×8 は24。0×0 は0。では、今日の学習を振り返りましょう。今日は10や0の掛け算の答えの求め方を学習しました。どちらも掛け算の決まりを使えば求められました。また、例の掛け算は、どんな数に例をかけても答えは例。また、例にどんな数をかけても答えは例。ちょっとレベルアップ問題です。もしも、この場所がわからなかったら、どのように求めればよいですか？3×四角は24の計算をすれば良いので、3の段の九九を使って答えが24になる数を見つければ良いのです。ですから 3×8 は24なので、四角に入る数は8になります。そうですね。答えは8になります。では、こちらがわからなかった場合は、どのように求めればよいでしょうか。はい。四角かける8は24になります。ただ何の段かわからないんです。でも、この間の計算の決まりを使えば、8の段で考えられます。8の段で24になる数を見つけると、8×3 が24です。だから3が入ります。そうですね。ここは3点になります。それでは今日学習したことについていくつか問題を出しますので解いてみましょう。10×4 は40。5×10 は50。 3×0 は0。 0×0 は0。 2×四角は12。四角の中には6が入ります。 8×四角は56。四角の中には7が入ります。 4×4 は24。四角の中には6が入ります。 4×7 は35。四角の中には5が入ります。今日はどのようなことが分かりましたか？前に習った決まりを使って10や0の掛け算ができたのが面白かったです。例の掛け算はどんな数に例をかけても、逆に例にどんな数をかけても答えは例になることが分かりました。ところで、おはじきゲームはどちらが勝ったのかな？お、計算してみよう。お、今日の学習はこれでおしまいです。次の学習ではクッキーをみんなに同じ数ずつ分けてもらいますよ。それではお楽しみに。